ジョン・デイビスは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の弁護士、実業家、政治家である。アメリカ合衆国下院議員及び上院議員、さらに、マサチューセッツ州知事を不連続ながら3期務め、公職は都合25年間務めた。その性格の高潔さゆえに、正直者のジョンと呼ばれた。デイビスは、マサチューセッツ州ノースボロ町で生まれ、 イエールカレッジで学んだ後に、ウースターで法律を学び、法律実務を始めて成功した。国民共和党員として、アメリカ合衆国会議員を10年間務め、保護関税法を支持した。1833年に3人で争った、マサチューセッツ州知事選挙では、衆議会の決戦投票で当選した。知事をにきたらず務めてから、 アメリカ合衆国上院議員をほぼ一期務めたが、再度州知事に選ばれた1841年に上院議員を辞任した。州知事の2期目は特に成果を残せなかったが、様々な問題について、ホイック党の仲間であるダニエル・ウェブスターと決立し、1843年の州知事選挙では民主党のマーカス・モートンに敗れた。1845年に再度、 アメリカ合衆国上院議員に選出され、1851年まで務めた。米国戦争には反対し、新しい巡州で奴隷制度拡大を防止するために動いたが、強硬派ではなく、1850年妥協の上皇の大半には賛成票を投じた。1853年に公職を退き、翌年死亡した。ジョン・デイビスはマサチューセッツ州、 ノースボロ町で生まれた。父は、女妻のアイザック・デイビス、母はアンナだった。地元の学校から、レスター・アカデミーに進学し、さらに、イエール・カレッジに入学した。カレッジを1812年に卒業し、ウースターの弁護士、フランシス・ブレイクのところで法律を勉強し、3年後に、法廷弁護士の資格を得た。デイビスはまず、スペンサー町で、法律実務を行ったが、 まもなく、ウースターに戻り、最終的に、ブレイクの事業を引き継いだ。短期間だが、リーバイ・リンカーン・ジュニアと共同事業を行っていたが、リンカーンが1824年に、マサチューセッツ州最高司法裁判所判事に、指名された。デイビスはやはり1824年に政界に入り、アメリカ合衆国会議員に当選した。アメリカ合衆国議会の、 第19回期から第23回期まで会議員を務めた。1824年、アメリカ合衆国大統領選挙では、ジョン・クイン・シー・アダムズを支持して当選させ、保守的な財政政策を好んだ。マサチューセッツ州、さらには、ウースターが次第に工業化されていくに従い、保護関税法を好んだ。1828年関税法を支持する、その演説は印刷されて、 広く読まれた。アンドリュー・ジャクソン大統領の政策に反対し、ヘンリー・クレイと政治的同盟を結んだが、1833年にクレイが提唱した妥協的関税には反対した。1833年、デイビスは国民共和党の指導者たちからマサチューセッツ州知事選挙に出馬することを勧められた。対抗馬はハンメイソン党の候補者である。 元アメリカ合衆国大統領のジョン・クイン・シー・アダムズと民主党の推薦するマーカス・モートンだった。デイビスを支持する政治会派は戦意業界アボット・ローレンスが指導する国民共和党の一派閥、さらに現職知事のリー・バイ・リン・カーン・ジュニアだった。投票の結果、デイビスは最大票を獲得したが、必要とされる過半数には達しなかった。その結果、 衆議会が当選者を決めることとなり、アダムズがモートンよりもデイビスを選んで撤退した時にデイビスが当選した。議会は保育党が支配しており、反米村であるアダムズの動きには何の報奨もなく、両党が協調的な関係を築くような機会もなかった。デイビスは1834年にも再選されたが、これは ジャクソン大統領の第二合衆国銀行に対する攻撃をマサチューセッツ州では外して嫌っていたことに助けられた。この知事としての2期の間、デイビスは特に指導性を発揮することもなく、リンカーンの企業寄りである財政、経済政策を継続した。州は経済的に成長し、交通インフラと工業の拡張を続けた。1835年で人気が切れる。 アメリカが州国上院議員、ナサニエル・シルスビーが再選を求めて出馬しないことを決めた。1834年12月保育党指導者のダニエル・ウェブスターからデイビスにシルスビーの公認について打診があった。これはその議席に意欲を見せていたアダムズに対抗する意味合いがあった。ウェブスターの考えでは強い候補者であるデイビスならば、 衆議会での上院議員選挙でアダムズを破ることができ、空いた州知事の座にはエドワード・エバレットを据えることができるチャンスがあるとしていた。ウェブスターは昔からアダムズとライバル関係にあり、アダムズはこの時もハン反ソン等で立っていた。衆議会の下院と上院はこの2つの選択について手詰まり状態になっていたが、アダムズが ジャクソンの外交政策を支持する演説を議会で言ったことが継承となり、多くの上院議員がデイビスに乗り換えることになった。手詰まりが解消されたのは1835年2月になってからであり、州知事に再選されていたデイビスが上院議員に就任するために知事を辞任した。次の選挙でエバレットが州知事に当選した。アダムズの息子であるチャールズ・フランシスは、 ウェブスターとエバレットがその目的を達成するために陰謀を図ったと考えたが、その考えを支持する証拠はない。ウェブスターは、ウェブスターでデイビスを支持しておけば、その見返りに、ウェブスターが大統領選挙に出馬した場合に、ホイック党のデイビス派からの支持を得られるという読みがあった。カナダとの北東部国境論争を表す地図。イギリスの主張は赤の線、アメリカは 青の線、決着したのが黄色の線だったデイビスの上院議員としての人気は北東部国境紛争で強行路線を取ったこと以外に特筆すべきことはない。このイギリスとの紛争はメイン州とイギリス領ニューブランズウィックとの国境に関するものであり、1794年に結ばれた J 条約でも一部しか解決されていなかった。 1830年代、両国が論争のあった地域に開発の手を伸ばしたので、些細な紛争に進み、1839年には戦争に発展する可能性もあった。1820年までメイン州を包含していたマサチューセッツ州は、論争のある土地のいくらかで、まだ利権を保持していた。デイビスはこの件で強硬姿勢をとり、 アメリカ合衆国はその権利を主張する領土のいくらかなりと情報すべきではないと主張した。1836年、デイビスは北部州の反奴隷制度組織から南部の奴隷州に送られた奴隷制度廃止運動の先導的文書とされるものの洪水に対応する方法を検討するために結成された特務委員会の委員になった。 その委員会ではデイビスが唯一北部終戦室の議員であり、いかなる法制化にも反対したので、委員会は合意を得られなかった。ジョン・カルフーンがそのような文書を送ったものを罰する法を提案した時、デイビスは公然とそれに反対し、それは奴隷制度に反対しようとする人々に言論統制することなので、事実上意見だと指摘した。 この法案はアメリカ合衆国郵便公社の管理的な行動で事実上空論のものにされた。デイビスが上院議員である間の1837年にアメリカ合衆国最高裁判所で審査されたチャールズ川橋対和連郷事件で被告の弁護に立った。原告はボストンとチャールズタウンとの間に1786年に建設された有料橋。 チャールズ川橋の所有者であり、被告は、州が1828年に認証を発行した、競合する橋の所有者だった。原告は、自分たちの認証で州が川を渡すための排他的な支配権を認めていたのであり、被告に対する認証がそれに抵触するものだと主張した。デービスと共同弁護人のサイモン・グリーン・リーフは、チャールズ川橋に認められた権利は狭く解釈せねば、 ならず、州が、排他的権利を認めたのではないと論じた。裁判所の判断は、被告有利となり、長官のロジャー・トーニーの採決は、被告の言い分を通していた。チャールズ・側橋の認証は、デイビスが次に、州知事を務めていた1841年に州が、取得することになった。デイビスはその政歴の初期には、ダニエル・ウェブスターと、良好な関係にあった。 ウェブスターは州でも国政でも政党政治に高度の影響力があり、デイビスはウェブスターの支持を求めていた。しかし1830年代後半、デイビスと他のマサチューセッツ州ホイック党員はウェブスターが全国的に幅広い支持を得ていないと考えるようになった。1836年ホイック党党員集会でウェブスターがあまり支持されず、ヘンリー・クレイや ウィリアム・ハリソンには対抗できなかった。このためにウェブスターとデイビスの間に亀裂が生じ、1838年には西部の土地に関する政策で対立した時にその亀裂が深まった。1842年、特に北東部国境の問題を解決したイギリスとのウェブスターアッシュ条約で、ウェブスターが交渉に成功したことを祝う演説で、 ローレンスを厳しく批判した時に、両者の間の規律は永遠のものになった。マーカス・モートン、州知事選挙でデイビスの対抗馬になったマーカス・モートンが1839年の州知事選挙で当選してから間もなく、ホイック等の指導層がデイビスを再度州知事選挙に出馬させる方向にまとまった。1840年の州知事選挙では、 アメリカ合衆国大統領選挙で当選した、ウィリアム・ハリソンの主流間に乗り、デイビスが大象して、州知事に就任した。ハリソンが就任から間もない4月に死亡した後、民主党が復活してその年の選挙ではデイビスを攻撃した。デイビスが支持する保護関税は貧乏人に対する税を増やすと非難し、西部の土地政策に反対していることはデイビスが、 それらの土地に登記していることを考えれば偽善であると批判した。1841年の選挙ではデイビスが禁査でモートンを破って再選された。この知事である機関は最初に知事であった機関と同様に特に新しい計画も独創的なものもなかったが北東部国境問題でウェブスターとイギリスのアッシュバートン京都の間に続いていた交渉が気がかりなものだった。 デイビスとウェブスターはこの交渉について意見の食い違いがあったが、ウェブスターが最後は合意事項を受け入れるようデイビスを説得できた。この問題は二人の間の分裂を深くし、互いの対話がなくなった。1842年、二年、反奴隷制度を掲げる自由党が州内での存在感を増していたので、モートンもデイビスも過半数を獲得できなかった。州上院は、 民主党が支配しており、モートンを選んだ。この選挙で、デイビスが得た票は明らかに、ウェブスターとの間に続いていた、敵対関係の影響を受けていた。ウェブスターは、デイビスのために選挙運動を行うことを拒否していた。ダニエル・ウェブスター、1897年に、制作された、肖像が、デイビスとは敵対関係にあった1844年ホイッグ党、党員集会では、 デイビスが副大統領に推薦される可能性があった。州の党員集会ではウェブスターから反対されたにもかかわらず副大統領候補に指名されたが、ウェブスターはデイビスが全国大会で選ばれないように動いた。ウェブスターの勢力は1845年初期の選挙でウェブスターをアメリカ合衆国上院議員に選ぶことに成功していた。これは ローレンスとデイビスの墓からの反対を押し切ったものだった。デイビス自身は1845年遅くに、アイザック・シー・ベイツ上院議員の死に伴う空席を埋めて、再度上院議員に当選した。さらに1847年には6年間の任期で再選された。テキサス併合の問題について、奴隷制度を診療度に拡大するものだという根拠で反対したが、 奴隷制度に関して、党内を分裂させることは好まなかった。デイビスは、米国戦争に反対票を投じたことで、二人しかいなかった上院議員の一人だった。デイビスは、奴隷制度と新領土へのその拡大に反対したが、1850年代表の上皇の大半には賛成票を投じた。その中には、テキサス州の領土に関する法案も含まれており、 妥協に反対するホイッ党員には衝撃となった。米国戦争で獲得した領土での奴隷制度を禁じる案だったウィルモット条項では常に賛成票を投じた。それは1840年代後半にたびたび連邦議会に挙げられたが採択されることはなかった。ある著名な議論の場でデイビスは軍事費配分法から米国戦争を除外する修正案に対して 投票を遅らせる手段を使った。これは、議会が休会になる前に、会員と上院の間の違いを調整する時間をなくすようにすることが期待されていた。しかし、会員と上院の議場の時計が指し示した時刻が違っていたために、会話はデイビスが演説を終える前に休会となり、法案は廃案となった。 サーモンチェイスはこの出来事について、10人のジョン・デイビスの10の政治的命が最良の方向に使われ、この半時間のいたずらを償うことができなかったと記していた。ジェームズ・ポーク大統領は、もしこの法案が成立せずに、米国戦争を終わらせるのが遅れるならば、デイビスは、この国を挙げての呪いに該当すると記していた。歴史学者たちは、デイビスの主張した戦略が、 本当に機能したのかについて意見が分かれている。デイビスの奴隷制度に関する弱い姿勢は、州内の奴隷制度廃止機運が1840年代に地盤を確保するにつれて、デイビスの人気を下げる要因になった。1852年の大統領選挙ではウェイブスターを支持せずに、ウィンフィールド、スコットのための選挙運動を行った。1852年の選挙では、 上院議員の再指名を断った。その後は公職を退いた。デイビスの息子、コレス・デイビスの晩年は、アメリカ古物協会との関係があり、長年その会長を務めた。デイビスは1854年4月19日に、ウースターで死に、ウースターの田園墓地に埋葬された。その性格が、申し分のない高潔だという評判があったことで、正直者ジョンと呼ばれた。 1844年、デイビスとその老い、アイザック・デイビスが、ウースターの修理地総合生命保険会社の共同設立者になった。この会社は国内に5つしかない会社の一つだった。デイビスはその死の時まで、同社の社長を務めていた。その後は、老いが後を継いだ。デイビスは1822年にエリーザ・バンクロフトと結婚した。エリザは、 ブースターのボクシアーロン・バンクロフトの娘であり、歴史家で政治家のジョージ・バンクロフトの姉妹だった。デイビス夫妻には5人の子供が生まれており、その中には、外交官になったジョン・チャンドラー・バンクロフト・デイビス、将軍になったハズブルック・デイビス、アメリカ合衆国会議員になったホレス・デイビスがいた。またその子孫には、衆会議員のゲラーディ・デイビス、外交官のヘンリー・カボットロッチ・ジュニア、 マサチューセッツ州知事と海軍長官のジョン・デイビス・ロングがいた。ありがとうございます。